リバプールマンチェスター鉄道の開業記念列車リバプールマンチェスター鉄道は世界で最初の実用的な鉄道である1830年開業すべての列車が時刻表に基づいて運行されほとんどの区間で蒸気機関車が牽引する都市間旅客輸送鉄道であったリバプールマンチェスター鉄道はリバプールの港とマンチェスターとその周囲の 北西イングランドの町の工場を結んで、原料と製品をより高速に輸送できるように建設された。原料と製品の輸送を効率化するため、リバプール港と東ランカシャー間で計画された。膨大な量の織物原料がリバプール港を通じて輸入され、大量生産の拠点となっていたペナイン産無薬近郊の工場へと輸送されていた。 しかし18世紀から存在していたアーウェル川やブリッジウォーター運河の水運は過剰な運賃によってマンチェスターの経済成長の妨げをしていると考えられていたの建設につながった。寄付については路線の両端の都市から支援が寄せられたが一方で通過することになる土地の所有者からは反対された。元々の発起人はリバプールの裕福なトウモロコシ商人の ジョセフ・サンダースとマンチェスター最大の宝石工場の所有者であるジョン・ケネリであると見られており、彼らはウィリアム・ジェームスの影響を受けたものとされる。ジェームスは土地登記で財を成した土地鑑定人で北イングランドにおいて炭鉱鉄道と機関車技術の発展を見て全国規模の鉄道網を提唱していた。1823年5月24日、 社長兼財務担当のヘンリー・ブースとリバプール、マンチェスターの商人たちによって鉄道会社が設立された。1825年に議会に提出された会社に関する法案は否決されたが、翌年5月可決された。リバプールでは172人が1979株を、ロンドンでは96人が844株を、マンチェスターでは15人が124株を、 他の地方の24人が286株を引き受けた。第二代スタッフフォード公爵、ジョージ・ルーソン・ゴアが一人で1000株を引き受けて、合計で308人の株主が4233株を引き受けている。サンキー・ブルックを横断するスチーブンソンの高架橋路線建設のための実地調査は、ウィリアム・ジェームスが言ったが、不法侵入によって行われた挙句に間違いの多いものであった。 その上、調査機関の間に破産したため、代わりとして1824年に、ジョージス・チーブンソンが技師として任命された。しかし本人は学校教育を受けておらず、必要な計算なども十分にできない状況で、多くの仕事を抱えていた。このため十分な教育を受けた息子のロバートス・チーブンソンにこの分野を任せ、ロバートが南アメリカへ行っていたこの時期には、 路線調査を部下に一任していた。1825年の議会への提案では、特にアーウェル教関連の事項について、誤りが発覚し、法案は却下された。主な反対派は、G.H. ブラッド賞で、ブリッジウォーター運河も保有するスタッフフォード公爵のワースレイの資産の関在人であった。このような状況の中、失敗続きであったジョージス・チーブンソンの代わりに、 ジョージ・レニーとジョン・レニーが技師に指名された。そこで二人は路線調査担当にチャールズ・ブラッカー・ビグ・ノールスを選んだ。これに加えて運河側の反対派に対する説得も試みた。公爵の資産管財人の一人と親戚であった鉄道会社顧問のアダムの尽力と個人的に公爵と知り合いであったウィリアム・ハスキソンの助けを得て公爵との直接交渉に成功した。 これにより鉄道建設に対する根強い反対は一転、公爵自身の鉄道への出資という形で支援を得ることができた。二回目の法案は1826年に国王の採下を得た。一回目の法案に猛反発した人々の敷地を避け、今回は大きく異なる線形を採用した。その結果チャットモス市地帯を横断することになった。 マンチェスター側の終点はアーウェル側よりも去る、フォード側に置く予定になっていたが、鉄道会社の建設する橋を水分側が荷車を運行するために利用する権利を与えることと引き換えに水分側が最終的に川の横断を承諾したため、マンチェスター駅はカッスルフィールドの中心部のリバプール通りに設置されることになった。レニーが要求した後期は受け入れられず、 ジョージ・スチーブンソンが助手のジョセフ・ロックを伴って再び儀式に指名された。土木技術者としての過去の経験からスチーブンソンはビグノールスに調査の続行を許さず彼は辞任した。LTG ロルトがスチーブンソンに関して書いた電気によれば取締役会の派閥がスチーブンソンにセカンドオピニオンを求めていたことに関してレニーが立腹していたという。 ビグノオールスが辞職したのは彼がレニーに指名された技術者であるためスチーブンソンの下で働き続けるのは軍出身の技術者として不名誉であると考えたためかもしれない35マイルにわたる線路建設は当時の先端を行く技術によるものであったリバプールの下を不当からエッジヒルまでつなぐ2250ヤードのワッピングトンネルに始まり オリーブマウントの岩を最大70フィート掘り下げた4.75マイルに及ぶ有名な切り道しが続き、さらにサンキーブルック国に高さ70フィートでかかる50フィートスパンのキューレ連アーチの高架橋が続く。特にチャットモス湿地帯を4.75マイルにわたって横断するところは有名である。本来湿地帯は鉄道を敷設するには不適な軟弱な地盤であり改良のため、 水を抜くことも不可能であった。そこでスチーブンソンは膨大な数の木とヒースの束を作り、石と土を使って湿地帯に埋め始めた。一箇所に数週間かかる作業を地道に続け、ようやく堅固など台を作ることができたと報告されている。今日でもチャットモス湿地を横断する列車は、スチーブンソンの妊婦が埋め込んだ束の上に乗って走っており、線路の脇に立てば、 列車の走行によって地面が揺れ動くのがわかる。現代では最初の蒸気機関車、ロケット号の25倍も重い列車を支えている。路線上には全部で64の橋と高架橋があり、マンチェスターの終点にあるウォーターストリート橋を除いて全てレンガ積み及び、石積みでできている。ウォーターストリート橋は工術の建築限界を確保しながら寸法を低く収めるため、 中鉄のガーダー橋となっている。橋は、ウィリアム・フェアベアンとイートン・ホジキンソンにより設計され、桁は現場からほど近いヤンコーツにある自身の工場で製造された。中鉄製のガーダー橋はその後も多くの路線で多用されることとなった。また設置前には十分な強度検証を行った上で、施行されたが、以後一部の鉄橋では崩壊を招くような重大な欠陥もあり、 1847年の D 強事故などへとつながった。線路は巨幅系の1ヤードあたり35ポンドの15フィート長レールを用いており、石のブロックの上か、チャットモス湿地では木製枕木の上に敷かれていた。ケーブル牽引か機関車牽引か1829年の時点では粘着運転の機関車に対する信頼性が十分に認められていなかった。一方で、 ストックトンダーリントン鉄道での実績はよく知られており、ヘッドン単行鉄道では一部区間がケーブル牽引に置き換えられていた。後者では蒸気機関車は試験されていなかったものの、ケーブル牽引による成功の実績は無視できないものであった。本鉄道においても法案審議の際には蒸気機関車の使用についてあまり強調しないようにしていた。 当然だが、当時は蒸気機関車は知られておらず、絶えず、煙を吐き出して走る機関車への世間からの反発を恐れた結果であった。さらに、時代の関心は、ゴールズワーシーガーニーが実験していたような蒸気自動車に向いていた。このため取締役会でも、スチーブンソンを含む機関車の推進派と、ケーブル牽引の推進派とで意見が分かれていた。後者の意見は、 義手のジョンアーペスラストリックによって指示されていた。スチーブンソンが機関車の導入を訴えたのは、一箇所でも破損すると、路線全体が運行不能になるというケーブル牽引の欠点を重く、見た結果であった。路線の断面勾配は、急勾配区間を3箇所、リバプールの不当へ向かう下りに50分の1に集めて、それ以外の区間は極めて平坦なおよそ2000分の1。 に抑えるように設計されていた機関車を使うべきかどうか、どの機関車が適当であるかを決定するために、会社はレインヒルトライアルを実施した。最終的に路線が開通した時にはエッジヒルからクラウンストリート駅へ向かう。最後の旅客輸送区間については、ワッピングトンネルの下り勾配のためにケーブル牽引にされた。伏線路線は標準器伏線で建設された。 予想された輸送量は単線では実現できないことに加え、電信が実用化される以前であったので、単線の線路に複数の列車を運行させるのは現実的でないと考えられたためである。また、複線間隔は機関と同じにすることとした。これは合計4本のレールの内中央の2本を使って列車を走らせることで、 車両限界を超えた大型の貨物を輸送できるようにしようと考えたためである。しかし、線路の間隔の狭さに車体幅も制約を受ける結果となり、後に間隔が広げられた。なお狭い車体幅のため、客車の狭苦しさの結果後日の最初の鉄道事故の原因ともなり、また対抗する線路に列車を走らせながらの補線作業も非常に危険なものであった。 ウォーリントン、ウィガン有料道路を横断するスチーブンソン設計の8830年1月の最初の試運転を経て、同年の9月15日、マンチェスターのリバプールロード駅の一部に当たると、リバプールのエッジヒル駅間で営業を開始した。しかし、開業式典当日に、リバプール選出の議員であるウィリアム・ハスキソンが列車に引かれて死亡するという最悪の事態に見舞われた。 列車がニュートン・ル・ウィローズ・そばのパークサイドで一時停車した際、客車から下車し、当時の首相であった初代ウェリントン公爵、アーサー・ウェルズリーに、客車の窓から挨拶しようとした矢先の事故であった。線路上に立っていたハスキソンは、対向の線路を接近してくるロケット号の速度を見誤った結果引かれてしまい、世界初の鉄道人身障害事故を発生させてしまった。 なお、ハスキソンは即死したわけではなく、首相の乗っていた列車から切り離された、ノーザンブリアン号によってクルスへと救急搬送されたが、そこの牧師館で亡くなった。事故による暗い雰囲気の中一行は、マンチェスターへと進んだが、現地は労働者階級による首相への反発が根強い、地域であり、レンガを投げつけられるといった騒ぎの中リバプールへと戻った。 このように最先の悪い開業日であったが、その後の経営は極めて好調であった。開業後数週間にして最初の臨時列車が運行され、世界で最初の鉄道郵便の営業が行われ、ピックフォーズ社向けの貨物コンテナを搭載していた。1831年の夏までにニュートンレースへ向かう何万もの列車が運行されるようになった。鉄道免許の法案では、 他人が使用料を払って鉄道線路を使用することを認めていたが、会社は最初から列車を自社で所有して自社で運行することを決めていた。当初から貨物営業を想定して建設された線であったが、実際の開始は12月のプラネット号をはじめとした大出力機関車の収益を待つこととなった。また競合する運河各社では運賃の値下げが進み、 鉄道の開業によって運河運賃の異常な高さが露呈する結果となった。想定外だったことは鉄道が旅客営業でも成功したということであった。レインヒルトライアルによりかつてない高速輸送が可能であることがわかり、加えて当時の自動車よりも安く快適な乗り物となった。このため会社は 当初旅客輸送に集中する決断をし、以後の鉄道営業に大きな影響を与えて、鉄道橋時代の始まりとなった。当初、速度は線路の問題で17マイル毎時に制限の上運行された。しかし実際にはさらに加速することが可能であったため、機関士は制限を超えて運転していた。そして、速度超過が発覚し、処分を受けることもあった。 初期の線路には枕木がなく石の上に設置されていたため速度を上げすぎるとレールを押し広げる可能性があったためである。1837年に当初の漁服系レールから1ヤードあたり50ポンドの相当レールへの交換が始められ枕木が導入された。ライムストリートからエッジヒルまでのトンネルは1836年に完成し開業後は客車は エッジヒルで、機関車から切り離された後重力で、リバプールライムストリート駅まで、制動手により、ブレーキをかけられながら降りていき、また末置き式の蒸気機関によりケーブル牽引で引き上げられていた。トンネルの長さは1980ヤードであった。1842年7月30日には、 オーズオールレーンからマンチェスター・ビクトリア駅までの延長工事が始まり、1844年5月4日に開業して、以後リバプールロード駅は一世紀以上にわたって貨物輸送専用に用いられた。プラネット号のレプリカ初期の鉄道の一つとして、数多くの教訓を生んだが、それでも多数の旅客が死亡するような事故は起きなかった。リバプールマンチェスター鉄道では、 赤信号を停止、緑信号を注意、白信号を進行とするルールを定めて、1840年代にイギリスとアメリカの鉄道で広まった。この色は後に赤、黄、緑に変わっている。また、日本でも標準機として知られる4フィート8.5インチ機関が広く使われるきっかけにもなった。1845年にリバプールマンチェスター鉄道は、 その主要な協力会社であったグランドジャイクション鉄道に吸収され、さらに後にグランドジャイクション鉄道はロンドンノースウェスタン鉄道の一部となった。リバプールマンチェスター鉄道の建設した当初の路線は今でも両都市を結ぶ路線として使用されている。ただし現在では輸送量の点で2番目の経路であり、南側のかつてチェシャー鉄道委員会の路線であった。 ボリントンセントラル駅経由の路線が最もよく利用されている。この路線では、ノーザンレールが1時間に1本の速達便を、ウェーバーツリーテクノロジーパーク駅、アールズタウン駅、ニュートンイコールルイコールイロー駅、マンチェスター・オックスフォードロード駅に停車し、さらに、マンチェスター・ピカデリー駅から、マンチェスター空港駅へ直通させる形で運行している。ノーザンレールはさらに、 リバプールライムストリート駅からマンチェスタービクトリア駅まで全ての駅に停車する確定列車を1時間に1本運行している。リバプールからアールズタウンを経由してウォリントンバンクキー駅へと運行する各駅停車もある。また、このほかトランスペナインエクスプレスがこのルートを通ってリバプールとニューカッスルを結ぶ列車を1時間に1本、802、2系、ノバ1にて運転している。 リバプールロード駅現在も営業している駅は太字で示している。ストックトンダーリントン鉄道は1825年に開業しているが一部区間はケーブル牽引でまた石炭輸送列車のみが蒸気機関車牽引であった。カンタベリーホイットスタブル鉄道は1830年5月開業であるがほとんどの区間でケーブル牽引であった。 リバプールマンチェスター鉄道で、ケーブル牽引が用いられていたのは、リバプール市内のワッピングトンネルの区間のみである。マクネア、マイルズ、ウィリアム・ジェームズ、ザ・マンフー・ディスカバード・ジョージ・スティーブンソン、オックスフォード、レールウェイカナル・ヒストリカル・ソサイティ、ISBN 978から0から90万1461から54から4、モーガン、ブライアン、レールウェイズ、 シビルエンジニアリング、ロンドン、ロングマン、ISBN0582127920。ありがとうございます。